どうも、もけろんです。今回なんですけども、今回ね、日曜日の朝市にやってきました。いや、昨日も市場来たんですが、最近の傾向として日曜日の方が魚がいるのかなって思います。なのでね、今回も僕と一緒にこっそり市場巡りしてくれると嬉しいです。そして僕の動画では毎週魚市場に特化した動画をアップしているので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみにしてください。早速、まっしょさあ、今日もね、一色の漁港の方来てるんですけど、結構船が出てますね。まあ今日もね、お魚期待できますよ、皆さん。楽しみっすね。じゃあ行きますか、今日も。しゃあ。ただいま、ランチも。ここからどんどん見上がってますよね。ドーンと。海でこれだったよ。たまにホッキ貝と間違ってね、ごちゃになっちゃって、でも本ミルだよなとか思いながら。旬は一応孫かね、なんか年末だともっとしますよね。すごいですね。年末の人が、まあ魚とかもありますもんね。なんか住んでる海域ね、そこで色が違う。金持ちだな。ていうか、なんでいつも思うんですよ。なんでこんなうなぎ安いんですか。やばいっすよね。やっぱり今の、ね、時期のカツオ系ってマジで脂の乗ってうまいっす。はい、あれやりました。自分の値段が高ければいいものじゃないですもんね。確かに確かに。じゃあ他には何か買うんですか今日。そうですね。
今日も頑張ってうなぎ売ってくださいよ。あれうなぎのとこおらんじゃないですか。やばいですよ。よう超えてますよね、うん、油ありそうですね。いや、そんなにないよ。うん、そうですよね、確かに、うん、確かに。おはようございます。今日珍しい方いますか。めちゃめちゃ可愛い、ね、あー確かに。可愛いな、やっぱり。味を超えたのは本当に。なるほど、勉強になるな。全然違う。おー、はいはいはい、同じ感じ。なるほど、もうこれはもう完売は間近だな、さすがに大人気だで、大人気そう、すぐ完売しちゃう。あれ相方がいないじゃないですか。見せる。今の動画見て、うわこれ食べたいと思って、そうで今買ったんですけど、やっぱり人がね紹介するものって美味しくできます。100円のペット。買い付いて難しいですかね。高値による。ああそうなんだ。あれでしょ、結構さ、そうです。はい、お楽しみでどうぞ。Thank you.
が忙しい時期やれんだわ。大きくなれば一気に値段上がりますもんね。あれはうまいですね。僕も一回食べたことあるんですけど。池じゃん、すごいですね。珍しい、ほんと最近多いですね。しかも安いし、普通にそうめちゃめちゃ安い。ただいまってことで、今回も一番回ってきたんですけども、今日もたくさんの方お声掛け本当にありがとうございます。そして今回なんですけども、今回はね、やっぱり魚の種類は半端なかったです。特に今回気になったのが、釣りの金目鯛がめちゃめちゃ多く販売しました。しかもめちゃめちゃ安くて、絶対今が買いだなって思いました。金目鯛は基本的に煮付けがうまいんですが、僕的にはね、湯引きもすごく美味しいので、ぜひ皆様ね、今の時期の釣りの金目鯛、安く購入して、贅沢に半身は煮付け、そして半身は湯引きで食べてみてはいかがでしょうか。そして今回はね、これから旬となってくる巨大なアンコウが販売してました。
いや、あん肝もね、結構好きな人が多いので、ぜひあん肝大好きな方いましたら、市場で巨大なあんこを買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。これからも、マキノチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあな、